マルさんホビー動画チャンネルです。えー、グッドスマイルカンパニー,、えー、モデロイドの100分の1ザブングルと、長谷川の500分の1、えー、アイアンギアの、えー、ご紹介をいたしますで。まずは、えーと、グッドスマイルカンパニーのザブングルからちょっとご説明していきます。こちらの方は、えーと、一部、あのー、色のついてなかったこの顔の白いライン。それと、あのー、ちょっとこのライフルが、えー、他のグレーよりもちょっと、 あこのグレーと同じような色だったら濃すぎるものですからそれを薄めの、えー、グレーの、えー、色で塗ってましてあとこのすねの部分のブルーのパーツを、えー、本体色と違ってちょっと濃い色であの塗装しておりますあとは基本は墨入れと、えー、こういったちょっと砂汚れをしたようなあのウェザリングこちらの方で、えー、仕上げてありますですのでほぼあのこういった作業をしなくても色の方は十分あのつぐみで見れる状態が 再現できるようになっておりますそして、一応簡単なギミックのご説明ですけれども、一応このシールドのところですね、これが後ろのレバー、ここにレバーがあるんですけど、これを下げていくと、ここがこう開くようにできてます。ですので、よくあのジロンとかがここから乗り込んだりとかするようなシーンの時が、えー、再現できるようになっております。こここにレバーがあってこれをちょっと上げたり下げたたりり下すると 上げると閉まりますので、こういうふうに、はい。こういうちょっと、えー、普通のと違ったアクションが楽しめます。ちょっとこう開,けるよ開ける瞬間ですね、これがぐっと下げると開きます。で、これを逆にレバーを上げると閉まります。そして、えーと、基本の稼働としては、まあ、あの背中のこの羽は動きますあの。変形時に畳むようになってますので、こういうふうな形で。 キュッと畳めるようになってますそして、まあ、首は、まあ、普通にこう左右に動いたりちょっと前後ろに動いたりで横に傾いたりすることができます。で変形するときにこのアンテナがこう畳めるようにこのアンテナも稼働しています。で腕の肩のパーツはま普通にここがくるっとこう回ってあと肩は結構こうぐっと大きくあの動きます。 こんんな風にたくさん動きますそして肘も二重関節になってますのでこんな風に大きく動くことができます。で、車輪はこう回転します。こちらの車輪も回転します。で、腕はあのボールジョイントになってますのでこういろんな角度に自由に動きます。当然、ひねることも可能です。腕もここの白い部分でひねることができます。で胴体は ここが結構こう節が大きく曲がるように設計されていましてでここでひねることができますそして足の方はこうはこの辺までぐっと上がっていきまして後ろはまあこの辺までですけども結構これで大きく動きますでここの、えっと、前のカバーは開くようになってますのでさらにえっと動かしていくとこのぐらいまでぐっと。 上げられるようにできてます。で、膝関節も二重関節になってますので、こうべったりこう畳むことができます。で、足首もあのこう前後に動いたり、左右にひねったり、横にひねったりと非常に大きい可動が取れますので、昔あのバンダイで100分の1のザブングルがあの発売になってたんですけども、それから,から比べるとかなりこう。たくさん動きますんで。 あの当時、動かなくてすごくこうフラストレーションが溜まってたお客様には、非常にこちらの方はあはベストな商品になっておりますので、ぜひ組み立ててあの見ていただきたいです。あと、変形機能もついておりますので、そちらの方がはちょっとこのどうしても手の部分とかの部品があの変形用のが必要だったものですので、そちらがちょっとなくて申し訳ないんですけど、変形がちょっと今回はあのちょっとできないんですけども、この本体の素晴らしい動きをあのこうぜひこ,うこちらの方で堪能してみてください。 次にはアイアンギアの方をちょっとご紹介していきます。今度は、えー、と長谷川の500分の1アイアンギアの、えー、ご紹介をさせていただきます。こちらの方も基本的にはあのー、キットのパーツをそのままの状態でほぼ組み立てております。一部ちょっと塗装したところがありますけれども、こちらのちょっとアンテナの部分ですね、ここをあのガイアカラーの、えー、とこうラブングルレッドで塗ってたりとか、ここの手の部。えーと グレーの部分が、えー、と本体のちょっと大砲、えー、とかと同じようだったので、ここを濃い色で塗ってあります。あと、このこちらの裏の面,積面のところですね、ここもちょっと赤だったので、これをグレーで塗ってあります。それ以外はほぼそのままで、あとは墨入れと若干の汚し、あとはトップコートを拭いたりとかしてるようになっています。で基本的な動きとしては、まずこっちの手法の方がこうぐりっとこう動きまして、でこの方針がこう上下。 動きます。で、このえっ、ー、とカンの部分についてるこちらの基準がこういう風にえっ、ー、と動きます。あとこちらのえっ、ー、とカンのところについてるこう後頭がこういう風にあの動きます。そしてえっ、ー、とこの腕になる分についてるこの肩の部分の基準、えー、がやはりこういう風に、えー、上下に、えー、前,前と横についてるのが 動きますあと,、えー、と、頭部になるこちらの白い羽状の部品です。これがこういうふうに、えー、とこういうふうにこう動いてためる状態が、えー、再現できるようになってます。そして、こちらの、えー、胸の格納庫ハッチがょとこうやって開けられるようになってますので、まあ、あと、これであの付属の。 同スケールのウォーカーマシンが、えー、と種類あ4種類ですね、入ってますので、それを展示することがあの入れたり展示することができます。でこれが、まあ、あの付属でこの入っているザ、えー、ブングルですね、同スケール500分の1ザブングルになってます。でこちらの方が、えー、とこれはあの全部あの塗装してますけれども、今日このベースとなっている、えー、ブルーはあのこの。 ガイアカカラーーーーのウォーカーブルー1を使っていますそして先ほどあのご案内してました時に出ましたアンテナところに塗ってた貝部分はこのウォーカーレッドっていうガイアカラーで塗ってありますのでこのぐらいのえまあ本体の方はほぼ色塗らなくても色の方はこう再現できておりますのでぜひこちらの方も一緒に組み,立ていて組み立てていただければと思います。なかなか懐かしいザブングルシリーズの。 えと模型になってますので、えー、ぜひお客さんのコレクションの一つとしても加えてみてはいかがでしょうか。こういったあの商品をどんどんご紹介していっておりますのでぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ごご視聴ありがとうございましたババイバイ